AHS クラブは、ポーランドのスタロバブラ製鉄所が設計した 155mm、ナトー5貫の自走式榴弾砲である。韓国製、K9 の車体に、52後継砲のイギリス製 AS-90M 砲塔と WB エレクトロニクスのトパーズ下機管制システムを組み合わせたものである。2011年版は、アップグの車体とネクスターシステムズ製の方針を採用。 2016年生産分は k 級の車体とラインメタルの方針を使用。2016年現在、ポーランド陸軍向けに120両のクラブのフルレート生産が開始され、16両が完成し、2024年までに納入完了予定である。この法は、レジーナという研究フレームワークの中で開発された。プログラムの目標は、ポーランド軍用に、 市団レベルのアセットとして機能する 155mm 長距離砲を作ることであった。完成車両のライセンスの購入ではなく、現代的な L52 砲と砲塔のライセンスのみを購入し、国産車体への搭載が決定された。1997年には自走砲部品のコンテストが発表された。イギリス製 a s 九十 m が優勝し、百九十九年には、 その技術が、スタロバボラ製鉄所に移転された。シャーシアップグ NG は、ポーランドのグリビツェにあるオブラムが SPG-1M の車体をベースに、PT-91 戦車と共通の部品を用いて開発したもの。最初のプロトタイプは2001年に、2番目は翌年に完成した。最初の2例の榴弾砲には、ベイシステムズ製の砲塔システムが搭載された。 2008年に最初の部隊の完成が計画されていたが、プログラムは財政上の理由から遅れ、ポーランド軍は部隊モジュールの最初の導入バッジを2008年にのみ、注文し、2012年に完成。このモジュールは、8両の方、指揮車用、さらに弾薬車や武装、電子機器、火器完成システムなどのための修理車両をカバーしている。初期のものやシリーズ品では、 イギリス製のオリジナル砲がネクスター製に置き換えられている。そのメーカーから供給された砲の死者が年末まで毎月行われた。これらはスタロバボラ製鉄所のウィゥーのダイナミックトライアルセンターで実施された。2011年7月29日、第3の完全なクラブの最初の発射が行われた。砲の集中などがテストされた。2012年時点で 二つのプロトタイプと八つの初期ユニットがスタロバブラ製鉄所によって製造された。2012から2013年には方式モジュールレジーナの一部としてポーランド軍により実施された試験に八つの新しい例が使用された。2014年12月17日、ついにポーランド国防省は韓国のサムスンウィンテックとの間で KQ の車体120台を購入する3億2000万ドル相当の取引を発表した。最初の24台は2017年に納入され、96台は2018年から2024年にかけてポーランドでライセンス生産されることになっている。ポーランドは同じ期限のトルコ製 T-155 フィルティナの車体も評価した。 初期生産の流弾砲8両に使用された PT-91 から S-12U エンジンと他の部品を搭載したバマー製のオリジナルのポーランド産オブラムのアップグ NG シャーシは構造に亀裂が入ったために放棄され S-12U エンジンの生産は中止された最初の軽級車体は2015年6月にテストと統合のためにポーランドに出荷された プロトタイプは2015年8月24日に公開された。2015年10月、形式承認試験を通過した。形式試験は2016年4月に無事終了し、連続生産が可能になった。2016年4月7日、国防省とメーカーは研究開発段階を終了した。2016年4月28日、ポーランド首相が スタロバ・ボラに訪問中に最初の2つの連続生産例がポーランド軍に引き渡された。それらはトルンロ法訓練センターで8つの初期生産例に加わった。また戦闘ユニット用の運用基準を詳しく調べるために使用された。2016年11月18日の引き渡し式では9つのクラブがポーランド国防大臣の出席のもと受領され、 さらに7つのクラブが試験段階にあった。アップグ車体に搭載された8機のオリジナル砲塔は16機の最初のバッジが2016年末までに納入された後、K9 車体にアップグレードされる予定である。続く96門の契約は2016年12月14日に締結され、合計注文数は5連帯用に120門に引き上げられた。 計画中の5個中隊のクラブには、それぞれ24門の榴弾砲が装備されることになっている。2017年までに24門のクラブを受け取る、最初の部隊は、ベンゴジェボの第11マスリアン砲兵連隊となる。先進的でスマートな 155mm 弾薬の開発プログラムが開始され、2017年に終了予定。 2019年10月31日時点で48両が納入された。ありがとうございます。